おはようございます。茂木耕作みそら研究所朝礼、今日もやっていきましょう。令和5年1月5日でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信行さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直くん、おはようございます。直くんからですね、予約を8日の日に入れていただきました。この間話したね、直くんの自叙伝、大学1年生時を話して記録しようということでね。あかねさん、おはようございます。直くんのね、大学1年生すごいね、まあ僕から見ててどんなだったかっていうとですね、浮き沈みがあったんじゃないかなと、かなり大きくあったんじゃないかなと。で、これって、まあ、物理的に、身体的に、イベント的にではなくて、割とこう、ノン君の内面における変化の浮き沈みが大きかったんじゃないかなっていうのが、僕が見ている印象ですね。で、まあ、僕はその、走る学校の練習会とか、まあ、自主練で新横で、あったりとか、ほんとポイントでしか会ってないんですけど、で、まあ、その都度話をどれぐらいの量したんでしょうね、トータルで。そうですね、3回会った中で30時間ぐらい喋ってんじゃないですかね そんな感じだと で、そうですね、なんかその浮き沈みがありましたっていう話を聞いたわけじゃないんですけど、すごく、なんだろうな、まあ、大学1年生って僕の自分の時もすごくまだはっきり思い出せる年齢なんですけど、僕だと25年前になるわけか。25年前の自分っていうのは、別になんかその田舎から出てきて、まあ僕は新潟から北海道みたいな、まあとにかく実家を出て、ものすごく期待感が大きかったんですよね、僕はね。それで期待した通りに素晴らしいって思うことと、なんか当然当たり前だけど、空振りもたくさんあるわけじゃないですか。思ったよりこうなんだみたいな。で、その時に、なんていうのかな、大振りしてるもんだから、毎回空振った時のダメージが、ダメージっていうか 反動が大きいというか、なんかそんな感じだったかな、僕はね。で、まあ直君がどうだったかわかんないけど、でもいずれにしても大学1年生って大きく環境が変わった最初の年で、で、まあこれ個人で見ても大きく環境が変わってるんだけど、世の中的にもものすごい大きな環境の変化があった年なわけですよ。で、今まで見たこともないようなサービスが世の中に生まれ、今まで、あるとされていて、そこを前提にしていたサービスが、全てストップされたりとか、あるいはその結果もう戻ってこないみたいなことも多々あったわけですよね。で、あそこ始まりの年っていうのは、まあ直君にとってはそのただの大学1年生、大学生活スタートじゃないんじゃないかなっていうことですよね。で、まあその大人の僕らもまあまあな出来事だったわけで、その受け取る年齢次第でね、そのまあ子供だったらまだその、そうだな、例えば
善くんにとっての2020年の変化って、そのまだなんだろうな、生きてる年数が少ないから世の中ってこうだよねっていう前提がまだない分だけ、まあある意味順応できちゃうんだよね、ちっちゃい子の方がね、受け入れちゃうっていうか、でこう二十歳ですね。だから今までその散々、大人になるためにより良い大人はこうだよという前提を整えるために一生懸命勉強したり一生懸命部活頑張ったり、その友達との付き合いも含めてなんですけど、まあ世に出ていくためのトレーニング散々積んできた上でそれ全然使えない社会にいきなりぐるっと変わるみたいなことだと思うんだよね。で大学1年生っていうところに、まあ奈緒くんは大学1年生になってて、まあ、そういう中でたまたま、まあ出会った一人が僕であったということですよね。で単純に通り過ぎたんじゃなくて、まああのこれは本当に巡り合わせというか、あの3年間も一緒に何かしらでつながって、走りだけじゃなくてね、いろんなことでつながってるんですよ。例えば、彼は日清の秋広オンラインサロンにも入っていたし、これ結構いるんですよね、オンラインサロン仲間。これ健太さんもオンラインサロンの仲間ですね、西のサロンの。だから橋の学校に入る前から健太さんはサロン仲間だったりとかしたわけですけど、でなんかそのなんだろうな、何かといろんな方向からすんげー離れてて、縁が普通だったら以前の3年前より以前の社会だったら続かなかったであろう付き合いが、まあ大きく社会変革が強制的に起こった世界観なわけですけど、そこでだからこそ続いた関係なんですよ、僕と奈緒くんはね。で3年続いてこれからも一緒にやっていこうぜってなっているっていうのは、これなんか本当に僕としてはですね、ただごとじゃないんです、ただごとじゃないんです僕にとってもね。まあ奈緒くんにとっては、あのこれから僕に限らずいろんな大人をいかに味方にしていくかっていうのが、あのもうね二十歳なんで一応大人になったわけじゃないですかね。なった上でここからの次になる戦いはですね、まあ、今までの戦いは大人になるベースをいかに能力を上げていくかみたいなことをやってきたわけですよね。あ、明さんおはようございます。そこからいかに、まあ大人の一員になった上で、より多くのより自分が相性のいいと思う大人を仲間味方につけて、自分のやりたいことにこう結びつけてみたいな次のねフェーズに入っていて、大学の3年間がそこに当たってるんだと思うんですよね。その中でもあの大学1年生っていうのはもう強烈な重要性を感じるな。その別にプレッシャーとかじゃないんだけどさ、もうそうならざるを得ないっていうかさ、2020年に大学1年生を迎えたなんていうのはちょっと今まであんまりその僕もあえてなんだろう特別視してなかったんですけど、とんでもないことなんだよねやっぱりね。
まあそのキャンパスに行けないだとか、ようやく行けるようになったらなったで、どんな制限だとか、その制限って誰が考えたんだろうとか、どんな根拠で考えたんだろうとか、それそろそろフェーズが変わってきたから変えた方がいいと思うんだけど、何を根拠に変えたらいいんだろうみたいなことに、こうみんな誰も正解を知らない、ここまであまりに誰も正解を持ってない状態で、あの年より他において他にありましたかっていうね。そんな年に大学1年生で実家を出て東京に出てきて、なんていうのかな、期待を膨らませてこうなるぞっつって出てきた時の、まあ何かが当たればその手応えたるや、もう喜びとかもすごいんだけど、空振った時の反動、ものすごい、その後の、なんていうのかな、まあ一時的にはダメージとして感じ取るかもしれんけど、その後の血肉にならなっていうのが僕の実感なんですね。僕が大学1年生の時にもう期待にあまりこう胸を膨らませすぎて出てって、楽しいってなったことと同時に、これないの？とか、こんなもんなの？とか、いろいろあったわけ、当然ね。そもそも期待が、何の大した情報もない状態で勝手に、膨らましちゃってるからさ、大学ってどんなもんだとか全然知らないで勝手に期待して、間違った期待もたくさん含まれてる中でね、パンパンにしてこう持ってって、ほとんど当たらないわけですよ。でこう全部こう、これも外れか、これも外れかみたいな感じで、すごい当時はショックだったですね。反動がきつかったです、なんか当時はね、こんなもんなの？みたいな。でじゃあまあダメージでネガティブなのかって言ったら、僕は結構その後、あの時に感じたフラストレーションとか憤りとか、何なんだよこれ、もっと俺はこうしたかったのにみたいな、ことを成し遂げようと思って、その後大人になっていったっていうね、記憶があるんですよ。例えば、まあ研究者になったのも多分関係してそうだし、研究者になってからも誰でもこういうふうに活動をするわけじゃないんで、まあかなり特殊と見られるおかしなムーブを多々してるんですよ、僕は研究者としてね。研究論文を書くこと自体はみんな共通してるんですけど、それをより、なんだろうな、こんなマニアックな話をわざわざ一般の人に、なんでこんな一生懸命分かってもらおうとしたんだろうとか、よくよく考えるとわけ分からんなと。ですよね。そのいろんな講演会だとか、なんだろうな、イベントみたいなものもそうだし、テレビ出演もそうだし、本を書くのもそうですね。何でもいいんですけど、なんかそっちにかなりのエネルギーを割くように僕はその後なるわけですけど、そんなことにコストを支払って、エネルギー、時間と命の時間とエネルギーを支払って一生懸命になるぐらいだったら、次の論文書いた方が出世は早いんですよね。とか なんかそういう意味でいくと その評価基準に沿わない、生き方をしていて、わけわかんないなと、当時はね。なんでそんなことがしたいのかもよくわかんなかったけど、なんか別に誰かのオファーがあったわけでもなければ、ニーズがそこに存在したわけじゃん、でもないんですよ。僕求められて出てったわけじゃないんですよ。なんかもう危険みたいな、その俺の話を聞けじゃないですけど 本当そういうのに近かったと思うんだよな、なんか僕の
30代から40代にかけての10年間のムーブみたいなものっていうのは非常にエゴイスティックというか、何をやってたんだろうなっていうぐらいね。でもそれはまあ間違いなくその20代に、まあ学生時代ですよね、まあその散々一生懸命なんだろうな、これが大人になるには必要な勉強なのだぞと言って中学高校と一生懸命勉強をして、受験もハックしてですね無事クリアして入学してみたところ、じゃあ期待していいんだなと、そこまでやらしたんだから相当やったぞというね、なんかそのなんかそんな感覚だったのかな。俺はやったんだから期待するぞ、していくぞって言って大学入ってったら、まあ全部が全部外れたわけじゃないんだけど、結構な外れがあったや俺の期待からすると、で、まあ、大学側からするとね、知らんよって話なんですけど、なんだよこれはみたいな感じだったの俺は。あまり具体的にはトゲがあるんで言いませんけどすごく憤ってた今では全然怒ってないし、いやそりゃそういうもんだよなっていうね、大学の先生になった友達とかをこう見てて、大学の授業やってるのを見てて、運営だとか会議だとか話聞いてるとね、そりゃそうだろうなってなるよねっていう、こう事情が全部分かった状態で改めて見ると、こう全然別にどうすべきだとかないんだけど、いやあるよ、あるんだけど、まあそうなるよねっていう風な納得をしてる。だけどまあ当時の私はですね、こう壮大な勘違いの期待を抱いてパンパンに膨らましてこう入ってったところ、全然違うじゃねえかと、なんだこの約束違うじゃねえか、約束してないんだけど約束違うじゃねえかって思ってたねその感じでこう入ってって、大きく空振りして、その反動がもうなんか体をギッシギシにきしませるみたいな感じにな感覚だったかな。でまあその時のフラストレーションとか憤りとか悶々としたものが反動になって、その後俺はこれをやるぞになってったんでしょうね。だからその結構なそのそういうなんていうの、まあなんか何でもかんでも反動で次のエネルギーができるとは限らないんですけど、後から思うと大学1年生で20歳で、大きく環境変わって、期待が大きければ大きいほどこう内面的な揺れ動きが大きいんですよっていうのは、すごくこう僕は直くんの大学1年生にも想像してる感じですね。でまあ感じ取ってもいた。で実際のところどうだったのかっていう話が、単純にね僕は興味あるんですよ。直くんおはようございます。今君の話をしてますそうまあね、8日の日に、ね、詳しく話を聞けると思うんだけど、まあその話を聞く前に、これだけまあすでにさ、相当話し込んでいるからね、あれ何だったんですかねそのまあ練習会でたまたま会ったまでは理解できるよ。でその次に自主練しようぜっつって盛り上がって、まあ、ミッキーとか誘ってとかっつって、そこまでも分かるよ。で、あとはまあ映画行ったりとか、まあ仲良くなったらそれぐらいするでしょうと、いやよかったよかったと、そこも理解できる。まあそのこう何ですか、だけどさ、そんだけじゃないんだよね。ミッキーとナオくんと僕の3人で、LINE のグループ通話みたいなのをこうずっとつなぎっぱにしてさ、
あれすごかったな、なんかな、あれ合計何時間つないでたんでしょうね、何十時間と喋ってる気がしますね。あんなことはさ、ま、今振り返るとただの事実のようでもあるけど、なんで3人ともそれがしたかったのか、そこで一致していたのか、なんていうかさ、だって何話すわけでもなくずっと繋いでたんだよね。なんか風呂入りながらとか聞いてたよ。ずっとナオ君とミッキーが喋ってるのを風呂で聞いてたりとかしてましたね。で出てから洗濯物干しながら聞いてたりとか、たまに入ったりとか、そんなことやってたよね。でこれケンタさんともやってんだけど、まあ要するに過去に前例のない説明しようのない付き合い方を知ってるなっていうことは間違いないんだよね。でもね、なんか理由があるんだよね、こうしたかったんだろうね。でそれはなんか掘り起こしたところで役に立つかは分かんないことだらけなんだけど、もうほんとなんか無意味にやっていたこともあるし、なんか話したいんで相談してこういうこと決着して結論して次これ決めてっていうアクションを決めて相談の上で作業してみたいなことも実際やってたじゃん。だからなんかそのすごく生産的なこともやって、ミーティングとして生産的だなっていう、迅速に物事を決めてオンラインだけで完結して、あと各々が作業してプロダクト作ってみたいな、例えば橋の学校の Q&A のサイトとか直くんが作ってくれたわけですけど、とかね、あとはなんだろうな、それこそもう初期の頃のなんだろうな、どういう人が橋の学校に興味があるのかっていう分類をやっていたりとか、まあ、それは何だろうな、そのトレーナーの人が多いとか、トレーナーだけじゃなくて実は理学療法士さんが多いとか、別に自分でやるっていうよりも人からその走ったり飛んだりみたいな動きによって怪我をしてやってきた人たちが、まあ、理学その整体師さんとかの人はさ、こう見なきゃ、治療で見なきゃいけないわけよ。で、そうすると、どういう動きをしたらこういうふうに痛めるんだろうみたいなことが気になるんでしょうね。そしたらなんか実際こう学びに来るみたいな、その流れがあるよねみたいなことを奈緒くんがこう見つけてくれたりとか、まあなんかそんなことやってたんですよ。でそういう生産的なこともやってたんだけど、一方では全然なんかそのこの時間なんだろうみたいな感じで、ただただこうひたすらグループ2をつなぎっぱなしにして、なんかあちょっといいですかっつってなんか喋って、その話自体がなんか意味あるかどうかもよくわからないことをボソボソ喋って、納得したらもうまた止めるみたいな、ずっとつなぎっぱなしの状態っていうのがあって、まあこうやって話すだけでも相当覚えてんだよね。でだからそれだけ僕にとってももうね3年前の話なわけですけど、46歳にとって3年前の記憶がちゃんと残ってるっていうの割と珍しいんだよ。俺すぐ忘れちゃうからさ、大概のもう過去はね、特に人が何してたなんてほぼ気にしてないから、すぐいろんなこと忘れちゃうんだけれども、
割とはっきり景色が思い浮かぶというか、景色が思い浮かぶっつってもさ、実際に目の前に奈緒くんがいたみたいなのはあんまりなくて、奈緒くんとやり取りをしていた何らかの形で、テキストでやり取りしていたり、音声でやり取りしていたり、まあミーティング、オンラインミーティングやってたりとかも含めてなんですけど、でそういうなんかこうすんげえごちゃごちゃしたつながり方で、ありとあらゆる方向からつながっていたんだけど、割とくっきり覚えてんだよな。それをね、なんか覚え、今日一通り直くんのことだけを喋ってる朝礼になってますけど、それを踏まえて8日の日に僕はこう、直くん側からの目から見ると、実はあのムーブとかこの行動ってこういうつもりだったんだと。で、実際にはこう、その、まあ大体夜につながってる時よかったけど、まあその昼間の間には野球部でこういうことがあって、こういうやり取りがあって、でその時に感じたことが結局ああいう会話になったんだみたいな、まあ直君には直君の文脈があると思うんですけど、そこにはめちゃくちゃなんかその言い知れぬ興味というのか、なんて言うんだろうな、これはちょっと別に本当奈緒くんに8日の日に頼まれたからじゃなくて、俺とてつもなく興味深いと思ってるんですよね。あ、おはようございます、友人さん、ありがとうございます。8日の日に決まりました、奈緒くんとのね、僕のこう第1回の掘り起こしミーティングというか、大学1年生を振り返って、まあなんだろうな、記録するという、あれですね、なんかその将棋をこう一戦交えて全部指し終わってるんですよ。こう1手2手3手で最後まで指し終わって、2020年っていう基盤はもう出来上がっ、棋譜はもう何ていうかこう全部打ち終わっているんですね。でそういう状態のところで、お互いその、あ、そこそう来たんだ、分かる分かる、だとしたらこっちだなみたいな、あ、アーカイブでぜひ見てください、だとしたらこうだろうねっていうのも感じ取っているんですよ、僕としては。だからある程度のことは分かる、そのどういう意図なのかっていう、奈緒くんがどういう意図でそうしたんだなとかっていうのも大体分かるんだけど、もう一回一から振り返って、まずこういうふうにしようと思って、1手目を望みつつこういうふうに進めていきましたっていうのをそれぞれ口に出して言うじゃないですか、棋士の方が。 こうもう一回全部振り返ってさ、基盤の上のこう、1手目こう指して2手目こう指して、で疑問があったりする打ち手に関しては、それはどういう趣旨だったのか意図だったのか、こうしたいと思ったんだけど、結局最後の最後の方でこの一手がこういうふうに効いてくるみたいなことを振り返る 振り返りあるよね、なんかね。あんまり僕将棋詳しくないんだけど、なんかあれす、あれに似てんなと今思いましたね。なんか奈緒くんの一手一手の要所にだけ僕が登場してるんだけど、奈緒くんの一手一手はもう僕以外との付き合いでもいろんな一手をこうどん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 指してるはずなんですよね。でそれをも含めてなんか振り返って聞きたいな、なんであんなストーリーになったんだろう、そしてなんであの決着になったんだろう、決着 わかんないんだけどね まあ最終的な盤の状態っていうのがあったと思うんですよ、2020年の1年間における、
でその番を引き継いで2021年が始まり、そこもまたこう次々とこう次の一手はこれだと、でこっちを上げておきながら こっちはこっちでこう固めてみたいなことをやりながらみたいなことをやってるんだよね。でそうやってこう積み上げて今に至るんだと思うんですよ。でここ直近のさ打ち手を覚えてるんだけど、なんでこの打ち手を打たざるを得ない状況になってるのかっていうことをこう遡っていくと、基本的に過去の記憶を引きずって今もうこの寄付の状況になっているから、こっち側に王が寄ってて、こっち側にこう負が薄くて、こっち側が固まってるみたいな、でお互いこういうふうに、差し合ってるみたいな盤の状態があって、向き合ってつけやってるわけじゃないですか。そこに至るまでには次の一手はとか、ちょっと前に3手前からこういうふうにやろうと思ってやってるとかっていうのは結構記憶はっきりしてるんだけど、そもそもなんでこの盤面になってるんだっていうのは、あえてちゃんと意図的に振り返らないと分かんなくなっちゃうんだよね。多分それをやろうとしてんのかなと。2020年大学1年生になった直くんと44歳で、運動不足に危機的な恐怖を感じたモンテサクが走り始めるというね、まあ、その場面で、日体大のガチの大学生とそのなんで話が合うんですかっていうねところが8日の日の話になるだろうな。まあ僕の中ではそんな風に捉えてますということで、楽しみにしております。それでは皆さんは今日はね、どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあね、伊集院さんありがとうございます。